イコール・ネーベルリ、1987年の撮影、イゴール・ネーベルリは、ポーランドの著述家で教育者。本名は、イゴール・アブラモフ。ロシア帝国、ビア・オビエジャー生まれ。彼は信念を持った、共産主義者で、1915年から1923年まで、ロシア革命に参加し、ロシアに滞在した。 1918年から1921年まで、全ソビエト共産主義青年同盟で働いていた。キエフの大学で法学を学んだ後、彼はポーランドに帰り、ワルシャワの私立のポーランド自由大学で教育学を学んだ。1925年、彼は、進歩主義的な教育プロジェクトをはじめ、教育者ヤヌシュ・コルチャックのグループに参加することになる。 その後彼は1926年、コルチャックの女子となり、1932年には、コルチャックから、雑誌モーリー・プルチェグラッドの編集主管を引き継ぐ。第二次世界大戦の始まった後、ネーベルリーは潜伏して、非合法活動に従事したが、1943年、ケシュタポに逮捕され、様々な強制収容所を戦争の終結まで、たらい回しにされた。 1945年以後、彼は当然のことながら、新しい共産主義の政府の下で働くことになった。彼は、若手の共産主義的な著述家たちの育成を行い、ポーランド文学者同盟で働いた。彼は、コルチャックの月頭日記を取得、保存し、それを編纂して出版した功績で、数々の栄誉を受けている。 2021年の諸星人の日の前夜に、ワルシャワにあるイゴール・ネーベルリの墓。1932年に彼はすでに著述家としての、キャリアを始めている。彼はその小説の中で教育学的で、啓蒙的な傾向を様々な背景を持った、古典的な著述とうまく調和させている。おおむねロマン主義の精神に溢れているが、主人公が、 共産主義者であることははっきりと見て取ることができる。そうしたこともあり、彼は1945年以降は社会主義的な現実主義の指導者となっていった。彼の著作は、その自然描写や人間の不正と戦う姿などが若者たちの心を捉え、広く読まれてきた。彼の著作のいくつかは特にかつての東ドイツで、ドイツ語に翻訳出版されている。 ありがとうございます。